さあ始まりましたチョコレートプラネットのお出番までございますけどね、はい、ちょっとまあ先週ねちょうど沖縄あね、うん、行ってたんですよ。ちょっとね YouTube でねちょっとコラボ そうコラボしに行ってたんです。営業もあり、そう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 、営業もありましてね行ってたんですけれど、まあちょっと僕前日休みで、はい、ちょっと前乗りで行こうってなって、うん、でせっかくだったらまあYouTube のあのメンバーもいろいろ連れて行こうかなと思って、うん、でまあマネージャーの柳川と、うん、まあ音楽やってくれてる金美ちゃんと、うん、映像やってる竹川君と作家の才川で、うん、まあ、行こうってなって、でまあ行ったんですけど、うん、でも最初なんか俺と柳川が最初に行って、うん、めっちゃ早い時間のやつで行ってたよね。もうで朝、いやだから俺は向こうに昼ぐらいに着く感じでいいんじゃないみたいなこと言ってて、うん、でまあ撮ってくれたんだけど朝7時ぐらいの飛行機で、すげえ早いと思って、で向こうに10時ぐらい着くって、うん、で、あそうなんつって、ですいませんとか、他のメンバーちょっとバラバラで遅れてくるんですみたいな、うんうん、あそうなんやと思って、その、まあ、金美ちゃんその昼ぐらい来て、竹川君も夕方ぐらい来て、うん、ほんで最後も最後も夜ぐらいになるみたいな、はい、あそうなんつって、まあまあまあしょうがねえかっつって、で何するってなって、で俺ちょっとウェイクボードをやりたいっつって、はいはい、うんうん、であいつなんかシーウォークやりたいってやん言ってたね、シーウォークやりましょうって、シーウォーク、まあ、シーウォークって思って、まあ、別にいいけどさっつって、でまあそのでそのウェイクボードもやるっつって、うん、で、まあ、予約したのがそのもうお昼ぐらいしかもないですって言って、ああなるほどね、時間が、そうでまあだからもうホテル行ってる時間ないから、うん、もう先にウェイクボードのとこ行って、うん、でウェイクボードやってそうホテル着いて、うん、でまたシーウォークみたいな感じでやってたんですけど、うん、まあ最初なんかこう2人でさそのまあ飯食おうかっつって、うん、そのあのタコスうまいとこ、おう、うん、金タコ、そう金タコ、あいいな、うん、金タコ行って、うん、でその後ウェイクボード乗りに行ってさ、うん、で柳川がこの後ろでか乗ってさ、うん、あのジェットスキーの後ろへ乗りながらこう俺のこと撮ってさ、ふわーとか言ってさ、うん、でまあホテル着いてチェックインしますっつって、うんうん、でまあまあまあちょっとなんかラウンジ付きのところ予約したからさ、うん、ラウンジ着いてで向こうの人が、あ、よかったらこちら、あ、2人並んで座っていただいてみたいな、ああはいみたいな、すみません、ちょっと人目についたらあれなんで、あの奥のテラスに席、いや別にいいです、あ、大丈夫ですよって言って、でもふと思ったのよ、これ俺どう、確かにこれやな、うん、言ったって女性じゃん、女じゃん、うん、これど確かこれどう思われてんやろうなと思って、いやでもそう思うじゃん、いやマネージャーって多分分かんないよな、一般の俺普通にさ、なんかキングタコスさ、うん、買って2人で買ってさ、うん、なんか公園とかで食ってさ、でジェットスキーとか楽しんでさ、写真でうわーとか言ってさ、とか言ってで多分俺だとは気づかれてんの、おそらくね、わかるじゃん。でも知らない。で、絶対に嫁さんじゃないだろうな、みたいな。あ、そう、まあ、距離感。まあ、子供もいないしさ、まあ、家族じゃないだろうなっていうのは多分向こうわかるじゃん。で、なんだ、これ、ただ、これどう思われてんだろう。マジ不倫旅行みたいな。そう。とんでもない不倫。なんか、長田さんとかってわざとさ、そういう風な呼び方してさ、なんかそのカモフラージュしてるみたいに、これなんかとふとかがね、そうめちゃくちゃ恥ずかしくなってきて、なんかなんかと思って、取られてないかなんかに、いやそう、ほんでなんか後からさ、その金美ちゃん来てさ、うん、で金美ちゃんもう女性、また女って来て、こいつ女二人連れてさ、こいつどういうつもりなんだろうみたいな、何これ。こえって思っ
してるよ。そう。だからと竹川くんとその最後一緒男性のね、うん、が来るのがもう夕方と夜だったからさ。もうそこまではでも女2人男1人でさ、俺めちゃめちゃプールとかで遊んでるわけやん、これこれなんかどう思われてんねやろうなとか思いつつ、いや柳川と2人の時は確実に思われて、確実になんかそうだよな、なんかでなんかだって、うん、そうでさ1人なんか スーツとかピチッとした格好でそのなんつうのその仕事モードのあれ、いやそういうわけでもないし、そうだけどめちゃくちゃプライベートかね、あうわーとか言って、やってさ、だから一緒に遊んでるんでしょ、そう、一緒に遊んでるんだ、俺がウェイクボードこけてる、うわーとか言って、やっちゃーとか言って、それは思われるよ、絶対、怪しまれてる、絶対不倫や旅行だと思われてる、うん、なんかちょっと沖縄とかでさ、うん、ちょっと、うん、だ奥さんとかだったらさ、なんかその距離が近かったりとか、そういうので分かるけど、なんかそうそう、もう、まあ別に距離離れてるわけでもないじゃん、ないけど、それで長田さんって呼んだりとかしてるって、なんかわざわざ、うん、わざとそういうあの、うん、仕事関係の人に見せてる人みたいに思われてる、うん、しかも別に長田さんともその言う機会もそんなないじゃん、ああそっか、長田さんみたいな感じでもないからさ、普通に横にいるわけじゃん、うわこれどう思われてんやろうなと思って、まあ多分そこでみんな合流したからホテルで、ああなるほどね、まあホテルの人はもう多分あれだろうと思う、ああまあまあそもそも大人数で予約してるからね、でも最初もなんかこう2人で入ってくるの、うん、そうカモフラージュでやってんのかなみたいな、宮永帽子かぶってなかった、全くかぶってない、だからまあだからそう隠してる感じ、かぶっててほしかったな、なんかちょっとこう深く、うん、ちょっと逆に深く女優帽みたいな、そうそうそう、深くなんかで結構タッパもでかいしさ、そうそうそう、なんかちょっとスタイルのいいモデルと来てんじゃないかみたいな感じの思われてさ、めちゃくちゃおもろいけどな、なんかいやだからそのタコス食べに行った時もさ、なんかその、うん、その写真撮ってくださいみたいな言われてさ、写真撮ってんだけどさ、それってこうどう思われてんのよな、その一般の人とか、いやでもなんかそので、いやで私撮りますよみたいな、で俺とその声かけてきてた人を、うん、その柳川が撮ってるんだ、こうなどういう関係性、いや怪しまれて直感でだってマネージャーとは思わないよね、多分その仕事感出してないし、うん、うん、だってマネージャーとタコスとか普通食いに行かないもんね、別に普通の環境だと、だそういうさあれが分かんないじゃん、そのなんつうのかんマネージャーと一緒にいるとかさ、うんうん、そういうのが分かんないし、カメラロケとかでもないから、そうそうそう、ロケだったらそうロケだったらにいたらマネージャーさんかなとか、うんうん、スタッフさんかなって思うけど、完全プライベートで来てる感じで、完全プライベートで来てる感じでしょ、うん、だからもうそれはもうモデル風女性と歩いてたって思われてる、多分絶対そうだな、ひどいよ、ちょっとでなんかそのロス行ったじゃん、うん、そのロス行ってさ柳川さ一人で撮るみたいな下りやってたじゃん、その一人旅みたいな、うん、私はね、そうそう OL やめて一人旅してるそうそうそう、インスタグラマーみたいなね、インスタグラマーみたいなね、うんうん、私はあのタレントのお金で豪遊するパリピーみたいな感じでやってたから、一応なんかそのノリもやってた、旗から見たらもう普通に写真カップルで写真撮り合ってるみたいな感じ、それはそう見られてる、ね、そうな、うん、やばい、野球柳川が一番楽しい結局でもちょっとなゴキブリで怯えてるめっちゃおもろかった長田さんが、それは俺ももう2日目だったからそうみんなで終わって移動した時に車でっかい車なちっちゃいね、うん、なんかそのなんかこうフロントガラスのこう内側のところにちっちゃいなんかゴキブリだと思う。なあ、多分ゴキブリなのかな。いや、ね、そんなでかない。いや、そんなでかない。いや、もう。それは多分、茶羽って言われてる、よくあるベタなゴキブリだ。こういうちっちゃい。小指のこの先ぐらいの、第一関節ぐらいの、本当に。そんなでかない。絶対でかない。で、それがちょちょちょってあれで、いやーぐやーって言ったら、その、車のなんかこの、脇のとこスワーって入っていってさ、いやーって。ちょっと止めた方がいいですって止めましょうって、そしたら横からブワーって出てきて、キャーッよささんちょっと止めたらもうシートベルトってもう出た方がいいです
乗ってみましょう乗ってた方がいいですよつってみんなゲラゲラ笑いながら。面白かったあれ。あれ最初の時から撮ったよかったな。いやーあれは面白かった。途中は撮った。途中は撮ったんだよな。確か。いやめちゃめちゃおもろかったマジで。パニック。いやいやみんなでやばい。いや起きて来てな。ギャラ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 。いやちょっとだからさ、なんかその社員旅行みたいな、うん、ないじゃん。まあないね。うん、だからあこれ行くのありかもなと思って。1年に1回。次行くとこのだから撮影も兼ねてでしょ。ちょっと撮影も兼ねて。いやだからまあハワイかグアム行きたいよね。かまあだからその石垣島とかでもいいですけどね。そう年に1回ちょっとドラゴンとか連れて行けんかったから。ドラゴンはすぐすっぱだかになるから、うん、前も前のなんか前そうそうそうな。だ前はだからドラゴン連れて行ったんですよね。だからちょっとプール入ってあの時すっぱだかになるから、うん、危ないんだよな。危ない、うん、ちょっとギリギリのところでね。そう危なかった、うん、危なかったですけど本当に、うん、またじゃあ来年ちょっとまた来年ねちょっと YouTube メンバーと1年に1回のうんうわうん高いところでビール飲みたいな。うん。いやそうなんな。いやちょっと来年。グアム、サイパンとかね。サイパンってどれぐらいで行けるの？サイパンも多分3時間あじゃあ4時間ぐらいか。グアムはでもそれぐらい。グアム3時間。サイパンもねそあ5時間かかるかな。どうなんだろう。でもそんな離れてなかったはず。うん。4時間。うん。うん。ちょっと行ってみたいな、それだったら。うん。ちょっとね、メンバー連れて行きたいですね、ちょっと。あと、なんか旅行会社の人とか見てたら。行っちゃいすの。とか。うん。その航空会社の方とかも。コラボで。なんかとか。あのそういうまあ、コラボで行けるに越したことはない。あとなんだろう、その、そういう国の、うん、ああだから観光地の方。ああそうですね。はいはいはい。YouTube でこの、はい、楽しく過ごしますんで僕ら、はい。だからその企画にして、だから出しますね、この、うん、だからいわくなしみたいな感じの。いわくなし。温泉地みたいな。あの今乗ってるのを動画見ていただいて、うん、これ当てはめられそうですみたいなのをいただければ、うん、楽しくやらせてもらいますんで、はい、はい、ぜひとぜひよろしくお願いいたします。来年、はい、夏かな。どいつがいいんだろうね。でもなでもベストだったよね。10月あそこ。あ確かにベストだった。気温的にはベストだった。暑いぐらいだったの。めっちゃ良かった。普通にだってもう海入れたから、うん、全然、まあ、もうちょっと海入れた。海入ってた。あ、じゃあ全然いいね。うん、うん、なので、うん、皆さんぜひ観光局の方とか観光局そういうよろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、お待ちしてます。はいはい、はいはい、すいません。